ありがとうございます。まず、今どんなことを感じですか。いや、まず、山梨からバスが20数台、2万人超える、バスからだけじゃないですけど、このスタジアムの約半分を青と赤に染めていただいて、その中で選手たち、しっかり走り切りましたし、広島の音楽を抱いて、僕たちは大きな生きがいだと、間違いなくですけど、しっかり切り立つ期待を受けながら、選手たちは今まで培ってきた積み上げた考えを、僕たちと大切に行ってもらっています。選手にも、クラブにも、あとは、ファンサポーターの皆様にも、本当、すべての皆様に、僕たちご覧の皆様に、おめでとうございますと言いたいです。皆さんおめでとうございます。試合の方は、前半のうちに1点を取ることができました。そこから本当に苦しい戦いだったと思いますけれども、よく粘って、よく走りましたね。いや、もう、織り込み済みというか、そりゃそうだろうっていう展開の中で、サッカーしてきましたので、この選手たちはあそこになっても慌てない、しっかりブロックがある、僕たちにはそのブロックがあるということで、サッカーができましたから、まあ、先制点は見事に選手たちが準備してきたものを、彼のアイデアをしっかりと発揮してくれて、理想的な展開でしたけど、最後広島さんのパワーを押し出すところに屈伸かけましたけど、今日も全て OK、優勝したのに勝ったのは、すべていいことに変わりました。これです。これで J2 勢としては、スキットプロが優勝して以来の2回目の天皇杯制覇ということになりました。オフというこのクラブがこの J2 を取ったこの意味合いというのは、どのように捉えていらっしゃいますか。まだその実感っていうのは、本当にないっていうのは率直なところですけど、今どんなことがピッチで僕のチームというか、僕は四国チームに試合をすることが特別ですし、それがバンホールであるということが本当に本当に特別で、この小さなクラブが、それぞれが、みんながちっちゃな責任を持って、支え合っているチームが、クラブが、ここに来て、勝ってみんなで喜べるというのは、はい、それだけは今嬉しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてキャプテンの荒木選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。荒木選手、改めて今このスタンドを見渡していろんな顔が見えると思います。そしてテレビラジオの向こうに多くの山梨県の皆さん、応援を今日は寄せてくださったと思います。キャプテンからまず優勝の報告をお願いします。山梨県の皆さん、おめでとうございます。僕たち本当に力になりましたし、その結果、こうやってみんなで喜びを分かち合えて最高です。ありがとうございます。前半の先制点は荒井選手の見事なコーナーアシストからでした。先制に成功するあなたにも一番良かったでしょうか。そうですね、セットプレーで僕たちは、普通に上げるよりも、ショートコーナーとかそういうちょっと小細工を入れながらやろうってちょっと話してたので、練習通りに、得点できて、プラン通りのゲームになったんじゃないかなと思います。そこからは本当に耐える時間もいらなかったと思います。今日ももう声が枯れて、本当に最後まで仲間たちもハードワークしましたね。いや、本当僕は最後までピッチに立っていられなかったんですけど、もう本当にチームが、一つになって、ファンサポーターの皆さんも一つになってくれて、そんな皆さんが大好きなので、優勝することができて本当に嬉しいです。そして
この決勝直前に怪我でピッチに立つことができなかった宮崎選手をはじめ、まあ、今日はベンチを外れたメンバーもこの日産スタジアムに駆けつけました。この甲府というクラブはどういうクラブですか？いや本当に一人一人がハードワークして今日みたいなゲームをこんだけのゲームをできるってことをまた、日本中に証明できたと思うので、今日いなかった選手たち、怪我をしてしまった順番だったり岩名だったり荒野だったりそういう選手たちのためにも僕たちの戦いはできないし、これから先どんなことがあってもファンを呼び込むのは選手だけじゃなくて、まあ、サポーターの皆さんと一つになって戦っていくことが僕たちの歩んでいく道だと思うので、これからも一緒に歩んでいきましょう。よろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとうございます。そして見事な PK セーブがありました川田選手です。川田選手の見事な PK セーブがクラブ2点の敗のタイトルをもたらしました。お気持ちはいかがでしょうか？いや、このクラブでタイトルを取るということができることを本当に幸せに思います。延長後半の PK を取られたシーン、絶対絶命のピンチでした。どんなことを考えていたんでしょうか？いや、長年このクラブを支えている山本秀臣という、素晴らしい選手がいるんですけど、まあそこでハンドを取られたのがダメだったので、そのまま終わらせるわけにはいかないと思って僕らの仕事を取ってやったと思います。そして PK でも4本目シャットアウト、あの辺りがいかがだったでしょうか？いや、適当に飛びました。ナイスセーブでした。おめでとうございます。ありがとうございました。続いて山本選手です。まずお気持ちから伺わせてください。まずはじめに若い選手をはじめ、いろんな選手がこの舞台に僕を連れてきてくれて本当に感謝していて、ただそれを思いっきりぶっ壊しそうになったんですけど、川田選手に助けてもらって良かったです。はい、J1 勢を次破って今日は延長後半からピッチに立ちました。仲間たちの戦いぶり、などはどのようにこの大会を通じて映っていたでしょうか？本当にたくましくなったと思いますし、これだけのお客さんの前で本当に堂々としたプレー、自分たちの思っているサッカーではなかったかもしれないけど、結果にこだわって僕全員で頑張ったと思います。改めて最後にこの甲府というクラブで大会というクラブは山本選手にとってどういうチームですか？本当少しだけ恩返しできたと思います。皆さんおめでとうございます。おめでとうございました。天王山 AFA 第102回
全日本サッカー選手権大会表彰式を行います。はじめに審判団の表彰です。本試合の審判団に記念メダルが贈られました。受賞いたしました。準優勝チームの表彰です。準優勝はサンフレッチェ広島です。準優勝のサンフレッチェ広島に準優勝メダルが贈られました。続いて公益財団法人日本サッカー協会中野由比によりチーム強化費が授与されます。共同通信社杯が授与されます。日本放送協会正崎サブル副会長より NHK 杯が授与されます。サッカー協会田島幸三会長より表彰状が授与されます。準優勝のサンフレッチェ広島に皆様どうぞ盛大な拍手をお願い申し上げます。優勝チームの表彰です。天皇杯全日本第102回全日本サッカー選手権大会優勝はバンホーレ。見事優勝いたしましたバンホーレ候補に優勝メダルが贈られました。続いて
公益財団法人日本サッカー協会中野雄二理事よりチーム強化費が授与されます。ゲーテインスティテュート東京予選のバルスガス総務部長よりドイツ杯が授与されます。公益財団法人日本サッカー協会野々村義和副会長より JOC 杯が授与されます。続いて FA シルバーカップが授与されます。共同通信社水谷富美社長により共同通信社杯が授与されます。日本放送協会正松悟副会長より NHK 杯が授与されます。公益財団法人日本サッカー協会田島幸三会長より表彰状が授与されます。続いて JFA 杯が授与されます。天皇杯の授与です。天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会優勝の番号を交付に、公益財団法人日本サッカー協会名誉総裁高野文明記念会に天皇杯が授与されます。以上の選手、天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会表彰式を終了いたします。なお、見事優勝いたしましたバンフォーレ甲府は天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会優勝チームとして、
富士フイルムスーパーカップ2023、また AFC チャンピオンズリーグ2023に出場いたします。